暴風雨の中、山本周五郎。1、烈風と豪雨が荒れ狂っていた。氾濫した隅田川の水は、すでに、この家の床を浸し、なお強い勢いで増水しつつあった。昨日の未明から、丸一日半、大量の雨を伴って吹き通した南の烈風は、ようやく今や見そうな気配を見せ始めていた。まだ少しも弱まってはいないが、 時折藍ぎのように途切れるし、空を覆って低く走る雲の動きも、いくらか緩くなっていくようであった。三之助は二階の六畳に寝転んでいた。二階には部屋が三つあり、その六畳は東の端になっていた。間の襖が開けてあるので、他の二部屋も見通すことができる。そこには、畳や襖障子や、その他の家具。 タンスや長持ちや火鉢や何かの箱などがぎっしり積み上げてあった。吹き飛ばされた雨戸の隙から差し込む光がそれらの家具を片あかりにほの暗く映し出していた。それは開花から運び上げたものであった。この家の人たちはそれらのものを運び上げて朝早くまだ暗いうちに逃げていった。悪くはなかった。これも一生だ三之助は。 口の中でつぶやいた、俺は、俺なりに、自分の一生を持ったんだ。島の人への胸がはだけ、三尺体が溶けかかっていた。少し痩せてはいるが、筋肉のよくきった、精かそうなムクロつきである。顔は白っぽく乾いていた。こけた、頬や骨ばった顎のあたりに、激しい疲労と腫痕の色が現れていた。疲れきって巨奪しているようであった。 何もかも、身も心も投げ出したというふうに見えた。生まれてきたことは良かった今度は、はっきりとつぶやいた。生まれてこないよりは、やっぱり生まれてきた方が良かった。飢えや、寒さや、辛い、苦しいことが多かった。そうだったか、いつも、俺は、逃げ出すことばかり考えていた。そして、いつも逃げ出した。逃げ出さなければ、もっと悪いことが起こっただろう。 今度は逃げなかった。逃げ出すことができなかった。そして、こうするほかに手はなくなった。彼の表情が変わった。風と雨の音が家を押し包んでいた。乱打する太鼓の中にでもいるように、その荒れ狂う音が部屋いっぱいに反響した。三之助の目は、憎悪の光を帯びた。唇も、憎悪のために歪んだ。しかし、 その表情はすぐに消え、彼は頭をゆらゆらと言って目をつむった。俺はこの腕でお銀を抱いた。彼はまたつぶやいた。お体やおこうやまさこうを抱いた。抱いたり撫でたり殴ったこともあった。あいつらは泣いたり噛みついたり爪を立てたりした。あいつらは俺のこの肩や腕に爪や歯の跡をつけた。 あいつらは、この頬ペタや胸を、あいつらの涙で濡らした、生温かい塩っ辛い涙で、俺は、その温かさや塩っぽさを味わった。生まれてきたからこそ、その味を知ることができたんだ。三之助はそう続けた。しかし、そのつぶやきはあまりに低く、ほとんど声にはならなかった。突風が鋭く吠え、雨戸やはめ板へ。 ざっざっと雨を叩きつけた。まるで砂礫を叩きつけるような音であった。家全体が悲鳴を上げて揺れ、開花で壁の崩れるらしい物音がした。三之助は不思議だとつぶやいた。ほんの一瞬、風が途絶えると、どこかで、ごぼごぼと重たく水の鳴る音が聞こえた。どこか、地面に穴が開いて、そこへ水が吸い込まれるような音であった。 どういうわけだろう彼は首をひねった。目はつむったままであった。他のことはよく思い出せない。上も寒さも、骨のしびれるほどつらい、苦しい思いをしたことも、まるで遠い景色のようにぼやけてしまっている。思い出せるのはあいつらのことだけだ。抱いて口説いたり、泣かせたり殴ったりして、みんな別れてしまった。みんな長くは続かなかった。おたいかの誰とも似ていなかった。 お銀も、おこうも、まさこうも、みんな、他のものとは違っていたが、そのくせ、他の女たちと同じだった。少し馴染むとそれが分かった。一人一人は違うのに、みんな、他の女たちと、同じものを持っていた。俺の、何より嫌いなものを、俺は逃げ出した。逃げ出さずにはいられなかった。けれども、それだけじゃなかった彼は、目を開いて、 ぼんやりゆかを見守った。そうじゃねえ。嫌いなものじゃあねえ。ただ嫌いというのじゃねえ。何かしら。そうだ。それとは別のものだ。俺を逃げ出させたのはそのほかのものだ。はっと。三之助は首を上げた。この家の北側のどこかへ。何かの突き当たる音がした。音というよりは響きであった。そうひどくはないが。確かに何かが突き当たったようだ。 あの娘かもしれねえ。三之助は自分に言った。きっとそうだ、おしげだ。首を上げたまま、三之助は、じっと耳を澄ました。風雨の音の中から、次に起こるであろう物音を聞き取ろうとした。二階の屋根瓦が飛ばされたらしい。カラカラと音がして、後ろの日差しへ落ちるのが聞こえた。三之助は、立って、廊下へ出た。 さっと雨が顔を打った。吹き飛ばされた雨戸の間から、ネズミ色に濁った一面の水が見えた。彼は、風と雨に叩かれながら、半身を乗り出して、今物音の下方を覗いてみた。しかし、それらしいものは何も見当たらなかった。風景はすっかり変わっていた。千住大橋の上から東に向かって流れる川が、そこで、大きく。 南へぐっっと曲がっていたそこはその曲がっている川へ突き出た地形だった不規則な三角形の突端のような場所に地盛りをしてこの家は立っていた対岸には水神の森があり少し下流には正木稲荷の森があった水神の森に続いて向こう島包みの桜並木が見えるはずであったしかし今は それが見えなかった。水神の森も、半ば水に浸されて、干木の茂みのようになり、烈風になぎ倒されては、その小で水を吐く様が、豪雨を通しておぼつかなく眺められた。男が一人、ずぶ濡れになって、廊下の西の端から、この2階へ滑り込んだ。三之助は外を見ていた。その男は、裏から屋根伝いに回ってきたらしかった。 そして、吹き飛ばされた雨戸の間から、手すりをまたいで、かなりすばしこく宙へ滑り込んだのであった。三之助は外を見ていた。どっちを見ても、ネズミ色の水であった。どこにも地面は見えなかった。風のために波立ってはいるが、水は流れているようではなかった。洪水という激しさは感じられなかった。雨にかき消される彼方まで、 重々しく、満、ま、々と広がっていた。けれども、それが休まずに増水していることは確かだった。目に見えぬ力で、じりじりと、それは、もう、開花を半ば以上も浸していた。間もなくのきさしまで着きそうであった。おめえ船で来たのか。三之助が言った。彼は、外を見たままで、ごく自然にそう言った。二。風が襲いかかり、 三之助の捕まっている雨戸が危なく吹き飛ばされそうになった。三之助は部屋へ戻りながらもう一度言った。おめえ船で来たのか。今度は前より高い声であった。そして彼はそこへ座った。男はぎょっとした。男は次の八丈にいたが積んである家具の間で慌てて濡れた手足を拭きながら何か答えた。 カッパを着ていたので、目倉島の長は天はどうやら乾いているが、髪の毛からはまだ水が垂れた。断りなしに入っちまったが、男は頭を拭きながら、今度は大きな声で言った、邪魔をしてもいいかね親方。船の当たる音がしたっけ、三之助は言った、おめえ船で来たんだな。こつか腹から水だった男は言った、ちっとばかり櫓が使えるんで。 思い切ってこぎ出したんだが、いけねえ。千住大橋のところで、流れに押されてどうにも突っ切れねえ。死に物狂いで、やっとこの家までこぎつけたんだ。いっとき、もうだめだと思った。男はこっちへ来た。三十五十六の小柄な男だった。柄は小さいが骨太で、がっちりしていた。手足も太く、指はごつごつしているが、どこかに弁償な。 バネのような強靭なものが感じられた。毛深いたちらしい、頬から顎にかけて、硬そうな武将ひげが伸びていた。唇は厚く、角張った丸い顔の中で、小さな細い目が鋭く動いた。その目は粘り強く、どんなことにもめげない光を帯びていた。おラ親方なんてものじゃねえ、三之助が言った。また、これは、俺の家じゃあねえ。 ちっととも遠慮することなんんかねーんな男は三之助とハスカイに座ったそれからタバコ入りと引きり袋を出してタバコを吸い付けたこんなところに家があるとは気がつかなかった男が言った一体どんな人の家なんだね船七の隠居所さ隠居所で逆の解析にも使ってたんだ船七ってえっと大橋の脇の船宿かね おしげって看板娘がいるおめえ知ってるんだろうおら男はタバコにむせたおら船7って名だけは知ってるが千住大橋の脇にそんな船宿があるってことは聞いていたがね風で激しく雨戸が鳴り男の言葉は聞こえなくなった三之助はほどけかかっていた三弱体を巻き直しそこへ寝転んで肘枕をした 男は、それを横目で見た、その目がキラッと光った。男は、片膝を立て、キセルを持ち直した。すると、三之助が男の方を見た。男は急に咳きんだ。何か言ったかい。この家はその男はどもった。この水を、持ちこたえるだろうか。もう、暴風雨は収まりそうに見えるし、水も、これ以上のことはねえと思うが、 どうだかな三之助は唇で笑った。この家は土もりをして建てたものだ。七月の大しけの時に土台の石垣が崩された。それを直す暇がなかったんだ。だからこの家の人たちは朝早く逃げ出したのさ。命が惜しかったら一緒に逃げろって俺にもじんく言いながらよ。だがおめえはそこにいるぜ。三之助は黙ってまた唇で笑った。 男は疑わしげに、そして念を押すように言った。おめえは逃げなかった。まさかこの家がダメだと知って残ったわけでもねえだろうが。どうだかなおめえ俺を脅かすつもりか。ちょいと聞いて皆さんの助が言った、下の方で、ごぼごぼ音がしているから、畳へ耳をつけるとはっきり聞こえるぜ。男は耳を澄ませた。それから、畳へ耳をつけた。 土台のどこかに穴が開いてるんだ三之助が言った崩れた石垣がどうかしてこの家の土台の下に水の抜ける穴が開いたんだろうこの音はそこから水の抜ける音ださっきよりずっと大きくなってるがそうさこいつがもっと大きくなればこの家はたぶんぶっ倒れるか水にかすわれるかするだろうぜじゃあなぜ逃げねえんだそうとわかっていてなぜ 逃げる工夫をしねえんだ。三之助はからかうような目で男を見た。おめえを脅かしたってしようがねえ。三之助は言った。脅かすつもりなんぞ。これっぽっちもありゃしねえ。俺がここにいるのは、この家がぶっ倒れるか、水にかすわれるかするだろうと思ったからだ。なんだって。聞き返すことあねえや。その暇におめえやることがあるんだろう。やることがあってここへ来たんだろう。 そうじゃねえのか男の目が絞るように細くなった。その目で素早く三之助の顔を見合った。風がどっと襲いかかり家全体が揺れた。裏手の方でどこかの板の引き裂ける音がし何かがひさしをギシギシとこすった。その聞き慣れない音に続いてまた板の裂ける音がしそのまま吠えたける風雨のためにかき消された。 俺が何をしに来たって。待つことはねえってんだ三之助が言った。おめえが何をしに来たかは初めから分かってる。入ってきた時のおめえの身ごなし止めつきで、俺にゃあすぐ分かったんだ。男はキセルを置いた。三之助は寝転んで肘枕をしたままで顎をしゃくった。早くやんねえ。オらー手向かいはしねえよ。ほらこの家と一緒に。 自分の肩をつけるつもりだった、今でもそのつもりなんだ、人思いにさっぱりとな、オラー決して手向かいはしねえぜ。それは本気か、男は、右手を懐へ入れた、本当に手向かいはしねえか。おめえは律儀らしいな。おかみにも慈悲がある、神妙にすれば。突風が来て、雨戸を一枚また吹き飛ばし、部屋の中まで、横さまに雨が吹き込んだ。 男は、身構えをしながら、三之助を睨んだ。神妙にすれば、お上にも慈悲がある、神妙にお嬢を受けるか。お慈悲だって、三之助の表情が鋭くいがんだ、目に、憎悪の色が現れた。しかし、それは、ほとんど瞬間のことですぐにまた、あざけりと倦怠の顔つきに戻った。ふん、お慈悲はこっちから心情、と言い手が、 まあいいや、早いとこやってくれ、さもねえと、おめえも、この家と一緒に。男は三之助に飛びかかった。相手が寝転んでいるにしては、ビシビシと容赦のない動作だった。三之助は、二度ばかり、うっと、声を上げたが、反抗はしなかった。男は、三之助を後ろ手に縛り上げ、壁際へ引き据えて、立ち上がった。 彼の顔は青く固まって、醜く歪んでいた。彼は、懐からじ手を出し、三之助の肩を、作法通り打ちながら言った。筑田の三之助、ご用だぞ。じ手の古びた渋さが、三之助の方をなでた。三之助は、壁へ背を持たせて、あぐらをかきながら、男を見上げた。そうして、低く笑った。 やっぱりおめえは律儀なんだな。黙れ、もう無駄口は聞かせねえぞ。男は三之助をにらみつけた。三。無駄口か、ふ。三之助は、肩を言った。それより船を見てきたらどうだ。おめえの乗ってきた船をよ。その方が大事じゃねえのか。男はぎょっとした。彼は、じっを懐へ差し込み、慌てて隣の部屋の方へ行った。 三之助は、皮肉な冷笑を浮かべながら、男が河童を着る音や、廊下から屋根へ出て行くのを聞いていた。わずかな間に、風の勢いは衰えていた。突風は、まだ相当に激しいが、途絶える時間が少しずつ伸びてきた。多い裏の屋根で男の叫ぶのが聞こえた。多い、多い。三之助は、左右の肩をひねった。 蝶が食いいい込んでいたいらしいだがもがけば蝶はさらにキンった。三之助は舌打ちをして勝手にしろというようにまた壁へもたれかかった。男が戻ってきた。河童をかぶっていたのに長は天の前はずっくり濡れていた。彼は顔や頭を拭きながら廊下へ出て行って外を眺めそれから三之助の前へ来て座った。 水がのきびさしについたのだろう、タプタプと重く、下からひさし板を打つ音が聞こえだした。水面は、驚くほど高くなっていた。それは、三之助の位置からも見えた、開けてある障子と、雨戸の隙間越しに、濁って膨れ上がる水の面を、斜めにしのをなして豪雨がたたくので、一面に、灰色のしぶきが立っていた。惜しいことに、 船のつなぎようを知らなかった。つなぐ場所も悪かったらしいな。三之助が言った。俺にゃあ聞こえたが。つないだ綱。船たすらん。百三十三下マイナス三がつながれたところをひっぺがした。船はそのまま流れていったようだ。そんなような音を。オラー聞いたぜ。だから逃げられるとでも思うのか。俺がか。オラー竹屋のさひらってえものだ男は。キセルを拾った。 気の毒だが、一度お嬢にした以上、どんなことがあったって遠がしゃあしねえから、そのつもりでいろ。三之助はふんと言った。その時どしんと、何かが家へぶっつかった。流れてきた材木か何からしい、重たげな響きとともに、家全体がぐらぐらと揺れた。男は、浮き腰になった、外へでも、飛び出しそうな格好を見せたが、すぐに座り直して、 キセルを逆に持ったおめえは松島町で人をあやめた男は三之助を見ていった日本橋松島町の家主油屋人兵衛を担当でやったそれに間違いはねえだろうなここで口書きでも取ろうってのか俺の言うことに返答をしろそれから口の利きようを改めるんだ男は言ったそんな口の利きようをすると痛い目を見せるぞ 三之助は黙った。おめえの気の毒な身の上は、大概わかってる男は言った。調子は厳しいが、思いやりのあるような口ぶりであった。親父は、佃島の漁師で正吉、おふくろは、一と言ったな、おめえを入れて、子供が4人、千吉、米、伊三郎、おめえは、米の下で次男坊のはずだ。オラ感動されたんだ三之助は、目をつむった。 十五の年に感動されて、人別も抜かれたんだ。俺にゃあ兄弟なんかありやしねえ。おめえがぐれたわけも知ってるぜ。左平という男は言った。三之助の家は、ごく貧しかった。父の正吉は愚直で、酒もタバコも飲まず、人に騙されたり利用されたりするばかりだった。俺は、貧乏くじを引くために、この世へ生まれてきたようなものだ。 いつもそう言っていたが、長男の千吉が、十一の時寮に出て、疾風に遭って死んだ。その時三之助は、六つ、末っ子の伊三郎は二つだった。珍しいことではない、母親と四人の子は、その日から生活に追われ出した。八つになるよは子守に出し、一と千吉とは、佃煮都会の行商を始めた。 おめえはいつも放っておかれたと男は言った。おふくろは千吉と一緒に伊三郎を背負って出かける。おめえだけは家に残された。周りは漁師町。遊び仲間は乱暴でだらしのない連中が多い。これで悪くならなければ不思議なくらいだ。三之助は悪道だった。佃でも築地川岸の方でもたちまち名を知られ。 爪はじきをされるようになったそのままいたらやがては島から追い出されたに違いない彼は職人になるのだと言って12の年に茅場町の差し金へ弟子入りをした差し金はその頃江戸でも名うての差し物職だったが三之助は半年そこそこで飛び出し両国橋の船鉄という船宿へ転げ込んだ それからは喧嘩と賭博で、17、18の時には、もう、筑田の三之助と通り名がついていた。兄貴の仙吉は漁師になったと、男は続けていった。今でも、筑田島で、真面目に漁師をしている。お米も、漁師の嫁になった。末っ子の伊三郎は桶屋の職人で、これも世帯を持っている。ぐれたのはお名だけだ。船宿の船、頭ではいい腕だそうだが、 喧嘩と爆撃はやまず、女で入りはやまず、今度は、とうとう人を殺めるということまでした。その通りだ、おめえは、よく知ってる、よく調べが届いたもんだ、三之助が言った。しかし、おめえは知っちゃいねえ、おめえには何にもわかりやしねえよ。何がわからねえって言うんだ、何がだ。おめえにゃあ、縁のねえことさ、三之助は、頭を壁へ持たせかけた。 のんきに、そんな口がきを取るより、ここから抜け出す三段をしたらどうだ、土台の穴も大きくなるばかりだし、もうじき、水が二階へつきそうだぜ、親方。俺が何を知らねえってんな、言ってみろ、俺に何が分からねえってんな。三之助は黙っていた。目をつむって、じっと、暴風雨の音に聞き入る様子だった。持たれている壁からあと頭へ。 じかにいろいろな物音が伝わってくる。開花の土台のあたりのごぼごぼとなるあの音は、今では、もう別の、もっと大きな響きになっていた。家の柱は、絶えずブルブルと震え、流れてくるものが当たるたびに、家全体が惨めに揺れた。俺のおふくろは、泥棒だと言われた三之助が、独り言のように言った。いつも、佃煮を売りに行く顧客先で、 握り飯を五つ盗んだからだ。鉄砲集の七屋が金貨にあって、手伝いに来た出入りの者たちに炊き出しをした。酒魚、握り飯や煮し目がずらっと並んでた。誰でも取って食べ放題、飲み放題だった。お袋は、もちろん手伝いに行ったわけじゃねえ。佃煮を売りによって、ふらふらと、そいつに手が出たんだ。その時一家は飢えていた。母子五人、 お米もこもり先から帰っていた、合四五日何も食べない状態だった。特に、これという理由はない、飢えるのは常のことだった。条件の、ごく些細な変化にも、一家はすぐに食えなくなるし、食えないことには慣れていた。けれども、その時はひどかった、すするかゆさえもなかったのである。七夜の下女がそれを見ていた、お市が、握り飯を、五つ、 竹の皮に包むのを見ていて、やはり、佃島から、小魚を売りに行く漁師に、それを話した。お市さんは泥棒をした。狭い島の中で、噂はすぐに広まった。子供たちは、泥棒の子と呼ばれた。4. その握り飯が、手伝いに来た人間に出されたものだとすれば、と、男が言った。おめえのお袋のしたことは、泥棒だ。 たとえ一家が飢えていたにしろ、おめえのおふくろは、そいつに手を出しちゃいけなかったんだ。おめえ一家で飢えたことがあるのか、親分。オラーまっとうな人間だ、佐兵衛という男は生きり立った。まっとうな人間は、一家を飢えさせるような真似はしねえ。一家を飢えさせるようなやつは、人間のクズだ。まったくだ、俺もそう思うぜ。三之助は、歯を見せて笑った。 そういうやつらは、と、男は、肉肉しげに言った、てめえの脳なしを棚にあげて、世間を恨むんだ、真っ当に暮らしている者や金持ちを憎んで、てめえが食えねえのは、そういう人たちのためだなどとぬかす、そうして使命にあーくじを働くようになるんだ。その通りだ、おめえの言う通りだぜ、親方。てめえ俺を笑うのか、男は、恥ずかしめられでもしたようにカッとなった。 さんざっぱら、世間に迷惑をかけて、女を幾人も泣かして、しまいにゃあ人をあやめさえしながら、てめえは、自分が悪かったとは思っちゃいねえんだろう。良いとも思っちゃいねえよ。自分が悪いとは、これっぽっちも思っちゃいねえんだろう。良いとも思っちゃいねえさ、本当だぜ親方三之助は言った、俺がジンベエをやったのは、良いことた、は思わねえ。 悪いことかもしれねえ、そいつは何とも言えねえが、オラーやらずにはいられなかった。何とも言えねえって。そうなんだ、俺は、ジンベエを担当でやったが、あの爺は、俺が担当でやった以上のことを、金と強欲でやってたんだ。三之助の唇が歪んだ、あの爺は、家主としても鬼のようなやつだったが、その上、法外な氷菓しをして。 貧乏人の血を絞るような真似をしていた。あいつのために娘を売ったもの、親子兄弟が別れ別れになったり、裸で町へ放り出されたものが、どのくらいあるか親方は、知っちゃいめえ。それだけじゃあねえ。あいつに金が返せねえために、あいつの長屋で首を吊ったばあさんがあった。久松町では、大川へ身投げをしたかみさんがいる。ついこの間も、あいつの長屋で、それが、 おめえと何の関係がある男がいた油屋がもしそんな非道なことをしたんならされた当人がお上へ訴えて出ればいいんだおめえなんぞの知ったことじゃねえんだ当人に訴えて出ろってそのためにお上というものがあるんだ真実人兵衛が悪人ならお上で放っておきゃあしねえだってじいは放っておかれたぜそれは 油屋がご情報に触れなかったからよ、法に触れるようなことをしねえのに、ただ強欲というだけで情をかけるわけにはいかねえ。そうらしい、そういうものらしい。三之助の唇が少し開いて、それが見えるほども震えた。顔には悲しみとも苦痛ともとれる、一種の絶望的な表情が浮かび、目には涙がたまっていた。ひときは強く。 ずしんと家が振動した。また、材木でも流れてきて当たったのだろう。左兵衛という男はびっくりとした。貧乏人は貧乏だというだけで、自分から肩身を狭くしている三之助は言った。世間だって、貧乏人などは相手にし、やあしねえし、相手にされねえことは、自分たちでよく知ってるんだ。血を絞られるような、ひどな目にあっても。 おかみ訴えて出るより、自分で死んじまう。どこへ出たって、貧乏人の言うことなんぞ通りゃしねえ。金があって、ちゃんと暮れしている者にはかなわねえということを知っているからだ。俺もよく知ってる。おふくろが握り飯五つ取って、泥棒と言われたのは、飢えていたからだ。俺たち一家が飢えてもいず、そんなに貧乏でもなかったら、だかが、握り飯の五つくれえお笑い草で、人並みなことを言うな。 てめえはどれほどの人間だ男がやり返した。聞いたふうなことをうやあがって、てめえは、油屋を悪く言えた義理じゃねえぞ。おめえには、おめえの理屈があるさ。聞いたふうな口を聞きあがって、お銀やをたい、おこうやおまさのことはどうなんだ。てめえに口説き落とされて、身を任せて、捨てられて、泣きを見ているあの女たちのことはどうなんだ。そいつはおめえの泡からねえ。 あの女たちのことはどうなんだと男は畳みかけた。四人だけじゃねえ。他にもっとあるだろう。そんなにも弱い女たちに泣きを見せて、それでてめえは非道じゃねえというのか。裏で屋根瓦の割れる音がした。闇みかかっていた、風がまた激しく、と障子を揺り立て、ひさしをかすめて鋭く吠えた。そうだ、非道かもしれねえ。三之助は低い声で言った。 けれどもしょうがなかった自分でもどうにもならなかったんだそういえば済むと思うんだなおめえにあわからねえ激しい風のうなりが彼の言葉を遮ったそしてその鋭いうなりに紛れて一人の娘がこの2階へ巧みに忍び込んだ左へと同じように裏から屋根を回ってきたらしいその娘は左へと同じ 廊下の端から、もっとすばしこく、もっと巧みに忍び込んだ。頭からずぶ濡れで、手に貝を持っていた。その娘は、足音を盗むように、西の端の六畳へ入ったが、歩くに従って、畳が濡れた。オラ騙すつもりはなかった。一人も騙しゃあしなかった。みんな本気だったんだ、三之助は。また目をつむった。どの一人とも、本気で一緒になった。 けれどもみんな行けなかった。一緒になってしばらくすると、どうしても別れずにはいられなくなるんだ。秋きが来るからよ。すぐ、女に飽きが来る。そしてこわらじのように捨てちまうんだ。そうじゃあねえ、違うんだ。知ってるぞ、男がどなった。あの娘も引っかけるつもりだったんだろう。てめえがさっき言った船七の娘おしげというあの娘もよ。三之助は首を振った。 隣の部屋でガラガララと音がした積んである家具の何かが家の振動で崩れたような音であった。5そうだ、少し分かってきた三之助は、ふと目を開いた、おしげのことを言われたんで、自分にもよくわからなかったことが分かってきた。こじつけたってそこは割れてるぞ。おしげとは古い馴染みだ三之助の声はやはり低かった、こっちは。 川筋のヤクザな先導。向こうは、大きな船宿の娘だった。俺がこんな人間だということは、よく知っていて、知っていながら、俺に実を尽くしてくれた。口では言えねえ。また言いようもねえほどの、実を尽くしてくれた。女将さんにしてくれと言われたこともある。だが、ほら、ほら、あいつもそっぽを向いてた。涙の出るほどありがてえと思う時でも、ほら、 白状にそっぽを向いてたもっと相手をのぼせさせるためにか。誰より好きだったからだ三之助は、静かに首を振った。他の女とは違うんだ。まるで違うんだ。この娘に手を出しちゃあならねえ。ほら、あいつも、自分にそう言ってた。どんなことがあっても触れるなってよ。そうなんだ。ほら、身もよも、ねえほどおしげが好きだったから、おしげには手出しをしなかったんだ。 廊下へざっっと波がかぶってきた強くなった流れのために家はぐらぐらと絶えず揺れ家の周囲や開花の方で水の揉み合う音が高く不気味に聞こえ出したそうなんだと三之助は言ったあの女たちはどこかしら惜しげに似ていた性分はそれぞれ違っているがみんなどこかしら惜しげに似たようなところがあったけれどもそうじゃなかった 一緒になってしばらくすると、そうでねえことが分かった。おたいもおこうも、まさこうも、似たところなんぞ、これっぽっちもありゃあしねえ。まるで違う、まるっきり違ってるんだ。それが、あの女たちの罪か。その上、オラー気がつくんだ三之助は、独り言のように言った。あの女たちは、俺と一緒にいるとだめになる。まるで、俺のヤクザな日が移りでもするように。 だんだんとダメな女になるのがわかるんだ。それがたまらなかった。どっちの罪かあ知らねえ。それが俺には見ていられなくなる。どうにもわかれずにはいられなくなるんだ。笑い焦るな、男はわめいた。言わせとけばいい気になって、洒落たようなことを抜かすな、この野郎。男は平手で、三之助の方を殴った。その時隣の部屋から、娘が、 そっとこちらへ出てきた、左兵という男には見えなかった。三之助には見えた。左兵は、そっちへ背を向けていた。彼は、片手で、三之助の襟をつかみ、さらに、三つばかり平手打ちをくれた。泥棒にも三分のりというが、てめえのは、一分のりもありゃあしねえ。自分一人が良いつもりでいやあがって、そんな根性だから。 三之助があっと言った。娘は男の後ろへ忍び寄って持っている貝を振り上げたのである。男の後ろに立って両手で大きく振り上げて力任せにその貝を打ち下ろした。三之助は予想もしなかった。娘がそんなことをするとは思いもかけなかった。いけねえ、おしげさん。びっくりして叫んだが貝はもう打ち下ろされていた。 三之助のあという声で、振り向こうとした男の頭の上へ、鈍い嫌な音とともに、男はうっと言って、横へのめった。娘は、さらに殴った。二度、三度、後頭部と背中を。力いっぱいの殴り方であった。男は、うつ伏せに倒れて動かなくなった。なんてことをするんだおしげさん。刃物はなくって、娘はあえいだ。 あんた担当を持ってたんでしょう。娘は部屋の中を見回した。のぼせ上がって狂ってでもいるような目だった。形のいいうりざね顔の濃い眉が逆立って見えた。小麦色の滑らかな肌で器量もかなり際立っている強い気性らしいが器量は良かった。娘は担当を見つけた三之助のものだろう。それは部屋の隅に放ってあった。 娘は、それを抜いて、三之助のところへ戻った。勘忍して、三ちゃん、勘忍して、娘は、三之助の情を切りながら言った。あんたがここにいるって、この男に教えたのは、あたしなの、あたしがこの男に教えたのよ。娘の目から、涙がこぼれ落ちた。廊下へかぶる波は、前よりひどくなり、飛沫が、二人のところまで飛んできた。 娘は、極度に興奮して、手元が決まらず、そうでなくとも丈夫な徒長は、なかなか切れなかった。あたし、おみゆきさんのことでカットしていたの。あんたがおみゆきさんを連れて逃げると思ったのよ。娘はおろおろと言った。ここでおみゆきさんと会って、それから2人で一緒に逃げる。そう思って、カットなって教えちゃったの。勘認して、さんちゃん、あたしを勘認して。いいんだ。 それでいいんだよ、おしげさん。よかあない。あたしバカだった。バカでめくらでつんぼだった。ひま、むこうであんたの言うことを聞いて、自分のバカがすっかりわかったの。こんなに長いことつきあっていて、あたし本当のことは、なんにも知らずにいた。まるでつんぼかめくらのように、なんにもわからずに泣いてばかりいたのよ。蝶が切れた。娘は、蝶をかなぐりしてて。 三之助に飛びついた。勘忍して三ちゃん娘は、三之助の首へ両手で抱きついた。あたし嬉しい。あんたの本当の気持ちが分かって嬉しい。もうこのまま死んでも本望だわ。一緒に死なせて、三ちゃん。だめだ、いけねえ、おしげさん。三之助は娘を押しのけた。娘の両手を振り離して立ち上がった。娘は、悲鳴のように叫んだ。 すがりつこうとしたが、三之助は、倒れている男の側へ行った。こんなことをしちゃいけなかった。この男に、罪はねえ。この男は役目できたんだ。オラは初めから死ぬつもりだったし、今でも死ぬつもりでいる。だが、それは俺一人のことだ。あたし離れない。あたし三ちゃんから離れやしないわ。だめだ。それだけはだめだ。三之助は、 気絶している男を抱き上げた。どんなことがあってもおめえを死なせるわけに。やあいかねえ。この男も助けなくっちゃならねえんだ。どうしてもだ。おしげさん。三之助は、男を抱いたまま廊下へ出た。娘は、飛びかかって叫んだ。泣きながらしがみついた。三之助はするようにさせて、男のムを、一度手すりへ持たせかけ、自分が、屋根、ね、そこは、 もうほとんど水に浸っていたえ降りると今度は肩に担いで足探りに裏の方へ回っていった娘もその後から行こうとしてふと思い返し戻ってきて投げ出してある担当を拾ったそして素早く今三之助の出た方とは反対の東の端から屋根へ降りて裏へと回っていったおしげさん三之助の叫ぶ声がした 来てくれ来なくちゃだめだ、おしげさん。そして、裏屋根の方で、瓦を踏み割る音がし、三之助がわめいた。娘の悲鳴も聞こえた。それは、風雨に遮られて、は然としないが、いかにも賢明な、切迫した声であった。お願いを、娘が絶叫した。一生のお願いを、三ちゃん。その声はずっと遠のいた。 強い力でぐっと引き離されでもするように、すっと遠のいて、もう一度聞こえた。三ちゃん。三之助が一人で戻ってきた。濡れネズミのようになって部屋へ戻ってくると、そのまま、そこへ仰向けに倒れた。これでいい。彼はつぶやいた。これでいいんだよ。おしげ。あきらめてくんな。彼は、荒く息をしながら、左の腕で顔を覆った。 すると、その二の腕の内側に、大きな牡蠣傷が二乗できて、血のにじんでいるのが見えた。彼は、ぐらぐらと頭をゆった、廊下の外で、水の跳ねる音がし、ガブッという声が起こった。続けさまに、水がわね、苦しそうに人のあえぐのが聞こえた。三之助は、首をもたげた。すると、また水が跳ねた。彼は、飛び起きて廊下へ出た。 覗いてみると、廊下の西の端に人の手が見えた。その手は、危なく戸袋にかかっているが、袋は水の中にあった。三之助はかけていって、その手をつかんだ。それは、おしげというあの娘であった。どうしたんだおしげさん、どうして。彼は絶句した。水の中にある娘の袋は裸であった。 白いさらし木綿の腰のもの以外には何も着ていなかった。泳いでくるために裸になったのであろう。白い腰のものだけが水の中でひらひらしていた。あの人は息を吹き返したわ。娘は激しくあいぎながら言った。三之助に助けあげてもらいながら両手で三之助にしがみつき苦しそうに二度ばかり水を吐いた。息を吹き返したわよ。 あの人言いながらおしげは泣き出した。あの人大丈夫よ。大丈夫助かってよ。さんちゃん。三之助は、娘を抱いて、元の六畳へ来て、抱いたままどしんと座った。その振動で、東側の壁が崩れた。湿って緩んでいた壁が、上から崩れ、さらに大きく崩れ落ちた。一緒に死なせて、一緒に、娘は泣きながら叫び。 裸の両腕で、三之助の首に抱きついた、裸の胸を、三之助の胸へ押し付けながら、身もだえをして叫んだ、あんたがいなくちゃ生きていられない、あんたが死ねば、あたし一人でも死ぬつもりよ、三ちゃん、ご生だから一緒に死なせて。わかったよ、おしげさん三之助は、上ごのように言った、勘弁してくれ、悪かった。三之助は、片手で、 娘の背中を撫で、娘の方へ、乱暴に頬ずりをした。家が、ぐらっと大きく揺れ、二人は、一層、強くお互いを抱きしめた。丸くあでやかな娘の脇腹が、波を打つように引きつり、濡れた晒しも綿の絡みついた足が、まるで死の痙攣のように連ンチ締した。嬉しい、さんちゃん。偶然に、二人の唇が触れ合った。 その時家全体が宙に浮いた、ふわっと、まるで宙へ浮き上がるように感じられ、柱や梁が不気味にきしみ、大きく揺れたと思うと、家は、西側の方へ、つ、ずっと三尺ばかり傾いた、そちら側の土台が落ちたのであろう。積んであった家具や箱などが音を立てて転げ出し、抱き合っている二人も倒れそうになった。俺は考え直した、おしげさん、三之助は、 顔を引き離していったこのまま死ぬなら、一緒に死のう、けれども、死ぬと決めるのは予想、死ぬかもしれないが、助かるかもしれない、いいか、もしも助かったら、二人で生きる工夫をしよう、わかるか。娘はあえぎながらうなずいた。家が傾いたので、水は、ずっと隣の部屋まで押してきた。水に浮いた家具が互いにぶつかり合い、障子の折れる音がした。 この様子じゃダメだろう。もう死んだも同然だ。もし万が一、助かるとしたら、新しく生まれ変わったようなもんなそう思わねえか、おしげ。そう思うわ、娘は、三之助の胸へ顔を埋めた。あたしあんたのするようにするわ。死ぬにしろ、生きるにしろ。あんたと一緒でさえあったら本望よ。ああ、もし助かったら、三之助は、娘を抱きすくめた。もし助かったら、 今度こそ。家がまた人入れして、グラッとにしえ、さらに一尺ばかり傾いた。傾斜が大きくなったので、水が、この部屋まで入ってきた。三之助は、娘を立たせ、廊下へ出て手すりにつかまった。娘は両手で抱きついていたが、その指は、精が抜けたように、力がなかった。もう一辛抱だ、おしげ三之助は。 娘のムを引き寄せた。死ぬか、生きるか、どっちにしろ長いことじゃねえ。ほんのもう一しんぼうだぜ、おしげ。げ。三ちゃん。娘は、食い入るように男を見上げた。三之助は、それをぐっと引き寄せた。彼らの上へ、雨がざっざっと降りつけ、かぶってくる波が、二人の足を洗った。家の周りで渦を巻く水のすさまじい音が聞こえ。 空にはちぎれた雨雲が低くせわしく北へと動いていた。